1896年アテネオリンピックの陸上競技男子100メートルは5月6日から5月10日にかけてギリシャ王国アテネのパナシナイコスタジアムで開催された本競技は一時予選一時予選を通過した6人の出場による決勝の2段階から構成された1896年4月6日開会式終了後に一時予選が実施されたこのレースは 近代オリンピックの最初の競技であり、100メートル競争は陸上競技の花形種目としての地位が確立された。8カ国から15人の選手が参加し、一次予選は3組に分かれて行われた。一次予選の上位2名が決勝に進出し、4月10日には6名の選手による決勝が行われた。100メートルの一次予選は同オリンピックで行われた。 最初の競技である。予選域1組は、フランシス・レーンが、そこり、ラヨスに競り勝ち、近代オリンピックレースの最初の勝者となった。ちなみに、すべての予選は米国からの選手によって勝ち取られた、ものであった。1組、2組、3組決勝は4月10日に行われた。予選を勝ち抜いた6名による決勝となったが、トーマス・カーティスが同日に行われる。 予定の彼の専門種目である110メートルハードル出場に備えて危険結果、5名による決勝が行われ、トーマス・バークがフリッツ・ホフマンにわずか0.2秒の接戦を制し、優勝した。そこリアラヨスとフランシス・レーンは、同着と判断され3位となった。ありがとうございます。